そんなのみどりさんになってもうそれに対応してやったらいいですよ。そんなの逆行してるの七原くんだけですからね。七原くんだっても金を売らないでやるっていう。でもその際で俺はもともとそれだったからな、で言葉変えちゃうから。そうなんですね。なんか申し訳ないなって思う。申し訳ないじゃん、金投げてもらうってことが。いやでもふわっちはペンギンっていうのがありますから。あれ匿名のやつ。いや、あの投げないですよ。あ、そんなんあんだ。あるペンギン、ペンギンっていう放送。じゃあユイガもそれでやってんのか。今ユイガやってないです。だってあちょっと投げ銭禁止してなかった。まあ、禁止してるけど、うん、やっぱそのバイクがいたずらされたっていう理由で棚からボタンも入れた。別にあの禁止とは自分で言ってるけど、うん、お金をもらうような設定にはしてるんです。そう、してんだ。してるんです。裏でこっそりと、ナーボーに出ましたよね。野田かけるよ、ナーボーに。ナーボーにかけるよ。ちょっとブロリーさんと連投やめてもらっていい。ブロリーさん、あ、ブロリーさん NG しますね。じゃあブロリーさん、ちょっと。いやもうだからナーボーは丸く収まったんじゃないの。ブロリーブロックしました。連投はちょっとね。そうだね、連投はもうダメ。ナーボーにかけてないと。なんで、なんかあったの。いやだから、ね、よっさんが下地もんだせいで別れることになったんだって。もんでないのに。じゃあそう、なんか言われてる。じゃあもともと別れたかったのに。その程度も好きだったもんだろ。そうだよ。結構だからそれでも、そう言い訳毎回だから喧嘩して、うん、そう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 、先生、あのまた復縁するんですよ。そんなん、まあ今回もそうなんですよ。絶対そうでしょ。だってそんなことで別れるっていう言葉は出てこないから。そうだ、うん、配信中だろ。配信中は今やってるんですよ。じゃあ七もんだのは配信がいい。父もんでないから。二代子父もんでないから。でもそれが原因で、まあそれの原因もあるけど他のことも原因だったんじゃないの。俺の原因はまあ丸尾もんでないけど、うん、まあそれをなんか画像で映されて、なんかそれを言い訳にしてる。そうお前な。あ、俺よこれで予算の、ね、どっちだっけ。俺予算のこれで潰した方って。何でですか。なんかさっき背中で俺これ箸ツンツンってやっちゃったんだよ。あ、そうですか。あ、全然いいっすよ。俺はよくねえよ。そっちはよくねえ。俺はよくねえよ。あ、そっか。これ汚いから。そうそうそう。いや、でも揉んでないんだったらなんで揉めてんの。かけねえよ。お前しか。で、俺も三好さんもナーボーにかけられんの。知らねえか。知らねえか。お前だけなんだよ。ナーボーにかけられるのは。ほら。かけてやる。ああもう出なかったもんいいよ。 LINE で出なかったらしょうがない。じゃかけてくれるの。ほらナーボールかけてくれるの。じゃ別に出たら話せばいいじゃん。俺で誤解解きたいから。いやこのおっぱい触ってない下乳。いや野田うつしいよ。うん、ねえ、まあ、だから野田はもうなんで勝てないの。ナーボーに LINE で伝えたんだよ。今だから誰かと話してるみたいだもん。じゃあ見せるよ。だ通話中とか何だろう今かけたの。お前なんでそんなさ。いやだから今お前さ、俺とみどりさんの言ってさ、お前さ、ね、LINE に送ったって。お前さ、なんでお前こんな伝わってないって送ったって。おい、みどりさんで俺が言ってよ、てめえなんでかけられんだよ、ナーボーによ。ナーボーはゴミだろ。どんだけ俺とみどりさんで、ね、あれしてきたんだ、おめえはよ。だからちょっと待って。なんかナーボーだよ、お前。クソだよ、お前。かけられんよ、お前。ナーボーにかけて電話、早くしろや。かけることできんだよ、お前。追加するでよ、てめえよ、お前。ちょっと待てって。待てだ、てめえかけろよ、早く。当たり前だよ。みどりさんとこんなにさ、俺が野田のことを育ててやったんだね。金梅さんもそうだね。え、何野田を育てたんで、よっさんと金梅なの。みどりさんもそうですよ。俺は育ててないの。野田育ててないよね。で、こんだけ、おいやもうみどりさんに追加するもう上になってるんですから、完全に。あ、はい。いくら？あ、安い安い。大丈夫大丈夫。本当に？あたんかね。領収書ください。はい。なしでも大丈夫です。
なしでいける？はい、あ、です、はい、うまっ。おめえ、ナーボーにかけるな、早く。ナーボーによ。まあ、明日ね、野田、明日、ナーボーに行くらしいですよ。え、何？ナーボーと、なんか、旅行配信するらしいよ、明日。ただ、今、なんか、引退するかしないかで炎上してるんですよ。だから、引退しろよ、するわけねえから、引退棒にしろよ。引退するって言うやつと、引退しねえから。そう、だから、あえてゴミなんだよ。で、それで、また、閲覧稼いで、そう。それでまた復元して、毎回そうやつ、ナーボーは。なんでそんなやつと絡むの、もう毎回もう炎上芸みたいなね、ナーボーとゴミや。引退ってやつだし、次の日旅行なんかいかねえよ。引退、いや、金梅さんも同じじゃん。引退ねえだろ。引退するってやつはみんな関心持ってくれるやろ、これ。土下座してる。さっき触ったんじゃないの？してねえよ。その動画が上がってんだったら出すよ。俺がニナレコの下地上触ったって言うんだったら。下地触ってないんだよ。触ってねえよ。はい。爽やかです。うん？うま。はいはいはい。爽やかです。はい。なんこれ？爽やかと息。まあこれなんか食ってくれ、うまっ。みゆさん、あとね、そうそう、あの来てくれたんで、え、タクシー、あ、渋谷までいくらですか？渋谷アンドリーだっけ。まあ、1万、1万、1万、あれ1万でいいですか？1万で足りるっけ？新宿、まあ、でも1万、そんな2万いかなと思う。2万はいかなかった。1万、え、どれぐらいですか？1万でいいですか？立川まであるタクシー、多分行ける。本当？じゃあ、みゆさん、ちょっと。あ、これどうしよう。領収書、いい、いい。いや、ダメ。いい。領収書は送んなくて。いや、いい。領収書は送んなくて。いや、でもいい。全然領収書はいらない。俺は、みどりさん来てくれ、嬉しい。じゃあ、これ、じゃあ、そう。いや、いらない、いらない。あの、小銭じゃない。これはちょっと領収書は、小銭が落ちてる。うん、落ちたら、まあいいや。小銭は移動でもいい。どんだけ、リッチな、どんどん、小銭。いや、小銭は拾わなくちゃ。聞いた？小銭落としても拾わなくていいとか言ってんだね。いや、でも面倒くさいじゃん。かがめないんですよ。俺が取ってやるよな。あのね、ダメだよ、おっさん。いいんですよ、もうこんなもう領収書があれば小銭はね、小銭を拾わない。昔だったら這いつくばってでも小銭探してた。いや、そうだよ、お金がないからね。這いつくばった男が今じゃ、今だ、もううなるほど金があるから。うなるうなるほど、もううなるほどあってんだ。うん、野田がこれ残しても怒らないもんね。ね、怒らないよ。昔だったら、食えよってガチ切れしてたのか。怒るやつだよ。え、ちょ、俺携帯どこ行った？さっき、これ自分の放送で使ってんの？いや、これとまた別にあるんだよ。さっきあったよ。え、どこあった？確かあったよ。あれ、どこ行ったの？携帯。そのうちなんか、ゾゾタウンの社長みたいにさ、俺とセックスした女は100万円とかさ。あれ、ちょ、携帯がない。携帯、え、マジでないんだよ。鳴らして。ここにある。あだだ。やりそう。なんか俺とセックスさせてくれるなら10枚配るってさ、やりそうだわ。あ、でも俺マネの森もう一回やってほしいんだよね、誰かに。あれおもろかったからさ。まあ誰かマネの森ね。面白いの。まああるけど俺やってないの。皆さん、皆さんにはマネの森必要ないですか？なんか78万、え、あの、あるじゃん。え、で貸します。78。前回俺か全部か全額返したよ、耳をそろえ。まあそう。だから信用上がったでしょ。そう、信用上がりました。やっぱ信用なんだ。そう、だから別に俺はこれ80万借りたいったら全然貸しますよ。あ、もう疑いなく貸す。疑いだ、もうだってもう信用あるから。あ、そう、返せるから。そう。130万だって、あの時。そう、130万。130万返してくれた。そう、あれ、俺がね、あのね、参議院出れたの、実は、裏じゃよっさんのおかげなんだよ。うん。マジでそうなんだよ。俺、金がなくて、で、よっさんから金を借りて、そこで、あの立花さんに130万出せるんで、ね、国政取れたわけだから。だから立花さんも予算に感謝しなきゃ。だから来てくれた。本当当たり前だろ。11日来てくれさ、誰でね、加用マリノさんと、うん、あの立花さん来てくれた、ね、嬉しいよ、本当、俺もまさか来て電話したら、いいよって言ってくださいよ。心くいいよって言ってくれた。
ビッグダディがなんか悪口言ってダメになったら悪口っていうかそうビッグダディあのいいって言ったんですけどなんかビッグダディは偽物って言ったんですよ放送上でそしたらなんか怒っちゃってだからビッグダディがコメントしてるのをお前偽物だろって罵ったらそしたらあいつはなんかもう無理って本物だったのでキレてなんかもう麻雀大会参加無理ですって言われてそんな面白いことがあったんだ本当あったんですよビッグダディなんだわ本物なのに偽物だろお前死ねえとか言ってたんだこのチンポイチンポコ子供産み野郎とかってボロクソ言ったらいやそう俺も結構ビッグダディをボロクソ言ってましたよボロクソ言ったら怒っちゃったからそうまあ、ブロックソっていうか、まあ、偽物だって言ったんですよ放送であ偽そんだけのことなのそうそんだけ怒っちゃったんですよえ意外とちっちゃいねそうちっちゃい人間のビッグバーディーえアンチに弱いんだそうだからもう結構悪口言われると聞いちゃうんですか聞いちゃうなんか聞いちゃうそういう人だったんだちょっとショックだちょっとあの三好さん純一とモコを呼んでくださいねあと2人空いてるんですよ三好さんああモコはモコと純一と呼んでくださいねあとは黒人黒人は黒人最初に言ったけど無理なんでなんか分かんないですかよっさんもういやマージャンない部屋から出てくださいドグマカザミとか今仕事ないから来るんじゃないのワンちゃんえドグマカザミってそんなゴミなんですか今ゴミっていうかまあ仕事ないニコニコ仕事ないじゃんもうえそうなのあんまりやってないなんで そんなゴミになっちゃったのだってニコニコ自体ゴミになったから今立ち見の絵いいから絵出てるか出てないえじゃない俺あのもしかしたらダイレクトメールでドグマカザミに麻雀出てくださいって言ったらワンチャンあるワンチャンあるよワンチャンあるギャラ1万で、うん、あるよ、まあ、ギャラ以上1万円払うって言ってるんだけどドグマカザミ来たら嬉しいよねドグマカザミとかでも あと2人はあと2人決まらないですよ、まあ、あとまあ2週間ぐらいあるんですけど、うんうん、決まらんすよ、ほんと、あと2人じゃあ、うん、誰かいるからちょっと、純一佐藤は無理電話かけてほしいですけど、今、純一にダメなんで、純一に電話かけてよそれで機会じゃん、よっさんのアージャン大会に出てほしいって純一に電話かけていや、もう前聞いたもんなんでえ、聞いた出たくないじゃんえ、俺のマージャン大会出たくないって言ったの、純一があのね、出たくないってか、他の人絡めないなんで？いや俺じゃあギャラいくら出すかいいですか30万でいいですじゃあ30万出しますいやあのえギャラじゃなくて彼一応タレントでさ事務所入ってるから、うん、で事務所以外でギャラもらっちゃうといろんな複雑な問題があるから出れないじゃあ出てくれないですか純一は多分ダメだフワッチだし百花繚乱とか呼べばいいじゃん百花繚乱呼べるんですか打てんやん打てない あいつバーチャーできないですできないですあできないんだ百花繚乱朝日の中におったんでって書いてある。いや、このまま、うん、多分ね、まあこれ終わるじゃないですか。うん、そしたら朝日が来ますよ。誰それ？俺会ったことある。朝日奈美。あ、麻雀に来たこと？いや、麻雀に来てないですけど。あの金馬さんの書きたれね。書きたれなの書きたれです、うんうん。で、もういろんな人にもう体を打って、えっフラッチで生きてるがいるんです。うん、朝日奈美さん。うん、長井先生呼べばいいじゃん。いやでもね電話しちゃうけど出ないんだ。これは出ないよ。なんかもう俺ディスっちゃったから長井先生。そうだ相当向こうも気にしてないの。ジーコ呼びたいんだ。エディリカ？エディリカ呼びます。エディリカ台湾ですか？海外。いや今日本にいる。今日本にいる。今日本にいる。エディリカちょっと電話してし。そうだね。ロアンちゃん。ちょっと俺ちょっとエディリカ呼びたいんですけど。なんかエリカと絡み合ったよね。あ、ありましたよ。チューしたことありますよ。あ、そう。うん。本人さんに。もうエリカはもう屈辱っすよね。え、だって元カノがだからそういうことを言っちゃってエリカ売れなくて別れたっていう。おい。そういうこと言うから。あ、じゃあそれじゃ黙ってる。全部エリカかけてくるもんね。本当は。売れないと思う。いや、まあわかんないです。絶対できないもん。多分 LINE、あの子携帯買いまくってたから多分ね、LINE 変えたと思うんだよ。ああ、そっか。うん、もうこんだけやっててないと思う。まあでもね、エリリカは、もう AV 女子終わった。ね、西くんとか出すの、西くん。だから西くんって。あの、ポンちゃんみたいな。
あーいたね、あいつなんか俺と絡んでくるみたいだけど連絡先が分かんないし。ネッサンは、ネッサンはってさ、ちょっと N 党が多くなっちゃう。あ、いいいいっすよ。でもネッサン俺繋がらないんですよ。あ、多分ゆかちのことディスったやろ。当たり前だよ。あれでも